ベトナム料理。ベトナム料理は、ベトナムで形成され、食べられている料理。中国文化や、植民地統治時代のフランス文化などの影響を受けて、おり、あまり癖がなく、マイルドな味付けである点を特徴としている。ベトナムは、古来から、中国文化の影響を強く受けてきたため、ベトナム料理にも中華料理の影響が、色濃く現れている。また、 19世紀から20世紀にかけて、フランスの植民地統治を受けていたため、他のインドシナ半島の国々同様、フランスの食文化の影響も多く残されている。バゲットやコーヒー、プリンなどが、日常の食生活の中に定着しているといったような、点はその例である。食のタブーは、魚の王として信仰されるクジラを除き存在せず、多彩な食材を扱う。 ベトナム料理の一般的な特徴として、隣接する中国厚生地湾族自治区や広東省、福建省、あるいはカンボジアや太陽国の食文化とも通ずるが、小魚を塩漬けにして発酵させた、魚醤、ヌクマム、NCM、メートルなどの発酵調味料を使うこと、基本的に中国のカナン同様に米食文化であり、麺類や春巻きの皮なども小麦ではなく米から作る。 ことなどを揚げることができる。調理方法も炒める、蒸す、煮るなど、中華料理と共通する手法が多いが、魚は日本料理やカンボジア料理のように直火で焼く場合があるのが中華料理とは異なる。また、料理の付け合わせなどに紅白なます、生野菜類のほか日本でパクチーとして知られるコリアンダー、ザウムイ、ラウムイ、ドクダミ、タイバジル、 フンクへ、タデカのベトナムコリアンダー、ザウザムなどの香草類をふんだんに用いる。なおこのような香草類はあらかじめ料理に入っているわけでなく、別皿に盛られて供され、好みでトッピングすることが多い。ベトナム料理によく使われる調味料としては、常実のヌクマムの他に、シュリンプペーストであるマムトム、MM トム、魚を発酵させたマムカー、MMC とそれに、 果物や砂糖を加え玉ネム、M、MM ネム、缶味噌あるいは甜麺醤にあたる、t n G、ピーナッツ味噌ダレのトーンダウ、TNG ダウ、大豆醤油のヌクトゥオン、n c t n G、塩、マワイ、生の唐辛子、トン、鈴ケの唐辛子、D、メートルトン、ライム、チャーン、タマリンドのタレ、M、MM ミ、ニンニク入りのチリソース、TNG、トン、胡椒、HTHAV、 味の素などの化学調味料、MCHNH、BTNG、トンをあげることができる。ベトナムの塩は、日干しの海水塩が多く単体でも味わいが深いが、胡椒や小エビの粉末と混ぜたものとして、マワイティートム、エビ唐辛子塩、マイチエーウチャーン、ライム塩胡椒といった、高調味料も市販されている。醤油類は、シザウ、X、ラウ、油と総称することもある。 肉類としては、豚肉、牛肉、鶏肉、鴨肉のほか、ヤギ肉、すっぽんもよく食べられている。他に、日本では、馴染みが薄い食材に、深まのアヒル卵、ネズミ肉、軒肉、ヘビ肉、邪行猫なども、市場で売られており、屋台などで食べられる。ハノイ周辺では、バリケンも、課金として飼育される。海岸線が長いため、海水魚やエビ。 カニ、ノコギリガザミなど、イカ、貝類も食材として一般的である。また、コーガデルタやメコンデルタを中心とした地域では、ライン魚やナマズメの淡水魚、テナガエビなどの淡水エビも食用に用いられている。ブラックタイガーやバナメエビも国内、国外消費のために大量に養殖されている。ベトナムは南北に長い国であり、地方によって気候や 食習慣が異なるため、食材や味付けなどにも、地域ごとの差がある。ベトナムを大きく北部、ハノイなど、中部、フエなど及び南部、ホーチミン市などの3つの地域に分けてみてみる。食べかす、骨などを床に履くことも普通に行われ、食べ残すこともマナー違反ではない。会食の支払いに関しては、誘った側が支払うことが一般的である。 他人数での食事では、大皿で料理が供され、親しい仲ではない場合でも、例えば長距離バスの同乗者同士などでも、鳥橋などは持ちずにそのまま、直期箸で食すことが多い。種類などは一つのグラスで回し飲みされることがあり、断りなしに席を外して逃れることは、マナー違反となる。スープ類や米飯は、大きなボールで供され、女性が、 各人の湾に寄うのが一般的である。庶民向けの屋台店は、基本的に一種類の料理のみを供することが多いため、持ち込みも自由に行うことができる。雑貨屋で買った缶ビールなどを持ち込む場合、頼めば、グラスや氷などは無料あるいは安価で提供される。食器には主に箸とスプーン、もしくはレンゲが合わせて強せられ、フォークも用意されていることが多い。 食卓にあるちり紙は使用前にこれらを拭くためにも用いられる。ベトナムの箸は日本と違い長さがあり、二十七センチメートル程度の木製の角箸が一般的である。また口述の通り、インディカ米やさらにそれを砕いたものが主食に使われることが多く、汁物がある場合は汁かけ飯にすることが多い。これもマナー違反にはならないために、飯料理でも スプーンと箸が併用される傾向が高い。都市部によくあるスチロールパックでテイクアウトする飯料理などでは、使い捨て、またはリサイクルのプラスチック製スプーンのみが付属する。麺料理を食べる際は、音を立て,てすすること、器に直接口をつけること、丼や皿を持ち上げることがマナー違反であるため、箸とレンゲで食され、スープを飲み干す場合でも、レンゲを用いる。 かゆはスプーンもしくはレンゲのみで食される。ヌクマム、ライム、醤油、チリソース、胡椒が常備されることが多い。また、ヌクマム、砂糖、ライムの絞り汁、または、すきざみ唐辛子、ニンニクを合わせたヌクチャムが、小皿で用意されることが多い。小皿調味料としては、料理に合わせて、他に、前述のトゥオンや、マムトムなどの魚介発酵調味料、 内務粗への塩コショウなども提供される。また、庶民向けの食堂では、必要に応じて、丸のままの生唐辛子が提供され、スプーンと小皿を使い、客が自分で刻んで調味に、あるいは丸かじりで用いることもある。食後には、爪楊枝で、歯間掃除をすることが普通であり、それに対する、羞恥心は、ほとんどなく、女性でも気兼ねなく爪楊枝を使う。ベトナムの爪楊枝は、 日本のそれを半分に割いたほどの細さである。食堂でウェットティッシュが供される場合、ほとんどは有料であるため、使用しなかった場合は、会計時にアピールが必要である。ベトナム料理でポピュラーなメニューとしては、以下のようなものがある。ベトナムの麺類は、基本的に、ライスヌードルである。その他、小麦粉麺の、ミー、エムや、春雨、ミエン、ミンも食べられる。 ライスヌードルは麺料理として食べるだけでなく、春巻きや饅頭、口日のバインバーをのぐにするなど活用される。ほとんどの場合において、乾麺でなく、生麺が調理に使用される。また多くの店で、パクチーやバナナのつぼみなどの香草やもやしをはじめとした、生野菜、ハーブ類が別皿で供され、自由に乗せて食べることができる。日本と同様に、米飯、コム、シ メートルとおかず、汁物が食卓に並ぶが、朝食は前日の方であることが多く、おかゆも人気がある。ご飯と汁物は、はじめは別に食べていても、最終的に汁かけ飯とすることが多く、これはマナー違反にはならない。なお、ベトナム米は非常に有名であり、2012年10月31日時点で、ベトナムの米油出は世界第1位になっている。 飯物を提供する、最も気軽な食堂である CMBNH、ダーン、コムビンザンは、直訳すれば、平民犯であり、日本の大衆食堂にあたる。また、あらかじめ巻いてあるものだけでなく、焼肉やしゃぶしゃぶなどをその場で、各種野菜、ハーブ、ライスヌードルなどと一緒にお好みで巻いて食べる文化も、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。